ようございます。夏季講座の2日目に京都先端科学大学の川上博史先生に不便駅のお話をいただきました。不便の効用を生かすということであります。私たちの今の暮らしは少しでも便利で豊かな社会を実現しようとして努力してきた結果でございます。この数十年でも随分便利になったのだと思います。子供の頃、私の生まれた家は鉄工業を営んでいましたので、図面や見積書などを工場に届けるお手伝いをよくしていたものでありました。それがやがてファックスという便利なものができて届けなくてもいいようになりました。さらにパソコン、メール、一層便利になっています。円覚寺にいますと、土曜日や日曜日の観光客の多い時に北鎌倉の駅で切符を買うのが大変でありました。長い行列になっていたのでした。それがオレンジカードができて楽になり、さらにスイカという便利なものができて小銭を出す必要もなくなりました。しかし本当に便利でいいのだろうかと考えさせられることもあります。通学の道を自転車やバイクを使わずに歩いてみると、途中にあるいろんなお店などに気がつくことができます。川上先生は新聞の話をしてくれていました。新聞を配達してもらうと楽で便利ですが、つい読まずにそのまま積んでおいてしまうことがあります。それをあえて手間と時間をかけてコンビニエンスストア、コンビニに行って小銭を払って新聞を買ってくると、これは必ず読むようになるというのでありました。なるほど、その通りだなと思ったことでありました。さらに川上先生はこんな話をされました。かつてのフィルム式のカメラだと、それこそフィルムを大事にして一社入魂と言われましたけれども、魂を込めて気持ちを込めて撮ったというのであります。今はいくらでも撮れますので、とりあえず撮っておこうという気持ちになります。たくさん保存できるのですが、保存して安心してしまい、あと見返すことがなくなるという話でした。私は写真を撮りませんが、なるほどそうだろうなと思います。便利ばかりがいいわけではないと、少し不便で手間と時間をかけるのがいいというのが、この不便益ということなのであります。便利といえば何といっても、メールや SNS でありましょうか。メールはこの私のようなものでも原稿の構成などには用います。本を書いたり雑誌に連載したりする原稿はメールで送ってきます。それを構成して送り返せば、その日のうちに済むのであります。これを郵便で原稿を送って、手元に届いたのを構成してまた郵便で送り返すと数日かかるものです。これは致し方なくその便利さにあやかっております。しかしながら、この手紙を書くことも私は大事にしております。原稿の構成や日程の調整などはメールを用いますものの、やはりお礼状などは手紙を書くようにしております。いただいた手紙にはできる限りでありますけれども、返事を書くようにはしております。これはメールのように手軽ではありませんし、日数がかかります。やはりその分いいものがあります。私の場合は筆で書きますので、墨を吸って書いて乾かして封をして糊付けをして切手を貼ってポストに入れるという手間がかかります。でもその分いいものはあるものです。先日はがき堂の坂田道信先生と対談する機会をいただきました。この坂田先生のことはかねて存じ上げており、ご挨拶もしたことがあるのですが、対談は初めてでした。
坂田先生は広島県で農業をなさっている方ですが、31歳の時に森新造先生に巡り合い、はがきを書くことを教わったのだそうであります。私が坂田先生にお目にかかって、まず印象に残ったのは、そのお声が大きくて、そして澄んでいらっしゃることでありました。ああ、この方はなんて正直な方なのだろうと思ったのであります。森先生にはがきを書くように言われたらしいのですが、漢字を知らないというんであります。そんなことはないとは思いますが、一枚のはがきに最低3文字は漢字を入れるように辞書を引きながら書いたというのでした。コツコツはがきを書き続けて、そのご縁は全国に広がって、多い時に年賀状が2万通来たのだと話してくださいました。そんな農業をなさっていた方がどうして教育者である森新造先生に巡り合ったのですかと伺うと、福岡正信先生の話を聞こうとして出会ったのだということでした。昭和40年に森新造先生の研修会が松山で開催されて、そこに福岡正信先生が講師のお一人としていらっしゃったというのであります。福岡先生は自然農法藁一本の革命という著書があり、自然農法を提唱した農学者であります。その他の講師はというと、坂村新民先生に大山住田先生だったというお話でありました。森先生をはじめ、そうそうたる講師陣であります。その時に森先生に出会い、また徳永康樹先生に出会うのでありました。複写はがきと言いまして、カーボン紙を挟んでハガキを書いて、先方に書いたハガキの文章がこちらにも残るというものです。森先生も常にハガキを出すように心がけておられたと寺田一生先生から教わりました。森新造一日一語にも、ハガキの活用度いかんによってその人の生活の充実さ加減が測定できると言えようと。ハガキを最上の武器として活用しうる人間に、かくしてハガキ活用の達人たるべし。たった一枚のハガキで、しかもたった一言の言葉で人を慰めたり励ましたりできるとしたら、世にこれほど意義のあることは少ないであろうというこういう言葉もございます。坂田先生のハガキ道に生きるという本にはハガキの効用がたくさん説かれています。メールも使わざるを得ない今の時代ですが、手書きのハガキや手紙も大切にしたいものだと思いました。先日は対談が終わって寺に帰り、早速この坂田先生に複写ハガキのお礼状を書いて、翌朝ポストに入れました。するとなんと、その日のうちに坂田先生からお礼のハガキが届いて恐れ入ったのでした。対談したその次の日にハガキが届いたのですから、坂田先生は対談してすぐにハガキを書いて投函されたのでしょうか。その対談は夕方に終わったのでこうございます。それなのにであります。さすがハガキ道の実践をされている方だと脱帽した次第でありました。これからは手間を省き便利を求めるだけでなく、手間をかける不便益も大切にしたいと思います。坂田先生はハガキ道の人生の中で、実業の人たちの多くは商売とは手を抜くことだと無意識のうちに勉強してきたようですが、手をかけたところにこそ幸せがあるのです。とこう書かれていました。そんなことを思いつつも、今年も今日私は梅干しをつけておりました。この梅干しもまた手間のかかるものですが、これがまたやめることのできないものなのでございます。では姿勢と呼吸を整えましょう。まず両方の足で
床をしっかりと踏みしめます。そしてこの今この大地に支えられているのだということを強く感じて、足に力を入れてこの大地から立ち上がるぞという気持ちでお尻を5センチないし10センチスーッと持ち上げていく。そしてストンとお尻を下ろします。肩の力を抜きます。最初息を吸いながら吸いながら肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろし、もう一度息を吸いながら吸いながら吸いながら肩を持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンとこう下ろして、最初一息強く口から息を吐き出します。その時にはお腹の底に溜まっている空気も、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまう気持ちで口を開いて強く、吐き出して口を閉じます。すると新鮮な空気が胸いっぱいお腹いっぱいにこう入ってまいります。体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思って思わず微笑みがこうこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じたまま鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますことをお祈りしております。